東静内駅は、北海道日高郡新日高町東静内にあった、北海道旅客鉄道日高本線の駅である。電報略号はひな。1978年の東静内駅と、周囲約500メートル範囲。右下が、さまに方面。島式ホーム一面二線を有していたが、駅標速の積み下ろし線を兼ねていた上り線は、さまに側が切られている。 国土交通省国土地理院地図空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成かつて当駅の所在地は門別と称していたが地名に合わせて駅名も門別にすると道音の地名が道内各地にあり紛らわしくなるため静内町の東方に位置することから東静内とした地名は駅名に合わせて後に解消されたものである島式ホーム一面一線を有した 地上駅だった。ホームは線路の南側に存在した電鉄機を持たない防線駅となっていた。かつては島式ホーム一面に線を有する列車交換可能な交換駅であった。駅舎側が上り線、駅舎と反対側が下り線となっていた。使われなくなった駅舎側の旧上り線は1983年4月時点では 交換設備運用廃止後も向川方の転鉄機が維持されホーム端までの線路が側線として残っていたが、1993年3月までに撤去された。静内駅が管理していた無人駅だった。駅舎は構内の南側に位置し、ホームとは通路で連絡していた。有人駅時代の駅舎は改築され、有害社改造の貨車駅舎を経て、百九十四年より、 コンクリートブロック作りで外壁にガラスブロックを使用し合掌部分に牧場を想起させるモチーフが設置された現役者が共用されていた。駅舎内にトイレを有していた。1日乗降人員は以下の通りである。また JR 北海道によると乗車人員平均は以下の通りである。この辺りは日本屈指のサラブレッドの産地としても有名である。 また、日本に数カ所しかない陸上自衛隊の対空射撃場がある。海に近く東静内漁港や浅利浜などもある。JR 北海道北海道運輸局、ありがとうございます。